どうも、ワニです。今日は1月1日、元旦、お正月というわけでですね、いろんな爬虫類ショップとかアクアリウムショップの方でも、初売りセールが行われております。というわけで、俺もね、軽く3店舗ぐらい回って、よいしょー、ちょっといろいろね、爆買いしてきちゃいました。これをね、皆さんに紹介したいと思います。安かったなー。今日買ったものはこんな感じですね。とりあえず、ろ過マットをね、爆買いしたんですけど、こういうのはね、いくつあってもいいですから。最近ちょっとろ過装置の掃除したらろ過マットがだいぶくたびれてたんで、これ買ってきました。あとこの辺が、あ、そうだそうだ、これちょっと早く冷凍庫入れなきゃいかん。餌用のネズミ、ピンクマウス L50 匹、ピンクマウス S20 匹、これはまあまあいつもの買い出しって感じですね。でまあこの辺も餌なんですけども、メダカ20匹、こっちが餌用のザコ、まあ、適当にねごちゃっと入れられた川魚、これ200匹買ってきました。やっぱりどうしてもね、生きた魚しか食わない子がいたりするんで、生き餌の魚とかをね、定期的に買う必要があるんですね。で、こっちも、よいしょ。はい。生きた金魚、これ別下って呼ばれるサイズの金魚、これ100匹ですね。まあ、この辺は結構本当にいつもの買い物です。で、生きた黒コオロギ、ゴラヤスガエルが本当にね、生きた虫しか食べないんで、こちらを買ってきました。黒コオロギ50匹かな、 L サイズで。あとは餌はそんなもんか。こちらちょっとセールでね、俺の好きな魚が安くなったんで買ってきちゃいました。ででん、めっちゃ頑丈に包まれてるから分かんないかな。これほらプレコなんですけども、こちらね、オレンジフィンアーマードプレコっていうプレコなんですよ。ちょっと袋を取ってみました。これでさっきよりは見やすいかな。アーマードっていう名前の通りね、鎧のような硬い鱗に覆われたプレコでして、まあ、オレンジフィンっていう名前の通り、ヒレの先っちょがオレンジ色になってるんですよ。まあ、これでちょっと見づらいんで、水槽に入れて早速見ていきましょう。で、オレンジフィンアーマードプレコはこちらの180センチの大型魚用水槽に入れるので、まずこちらで水温合わせと水合わせをしていきます。ほら見て、めちゃめちゃかっこいい魚じゃないですか。このプレコ本当に高校生の頃から大好きでね、一回社会人になってから飼ったことあったんですけども、まあ、死なしちゃってしばらく飼ってなかったんですけども、今回ちょっと初売りセールで非常にこんな立派な個体がね、お安くなっておりましたんで、思い切ってお迎えしました。でこの水槽の中に今、まあシルバーアラナのアラビラ1匹とアラワナナイフ1匹と沖縄から捕まえてきたプレコを2匹入ってるんですけども、このプレコをね、それ1匹移動させて他の水槽に入れたいと思います。はい、沖縄産プレコ1匹、出しましたんで、次の水槽に移します。連れ出した沖縄のプレコはこちらの事務所に置いてあるネオケラトラスフォロステリー、ネオケラ用の水槽に入れます。120センチの水槽なんで大きさは十分。ここも結構ね、こうほら苔が生えてきちゃうんですよ。これをね、掃除してもらいたいなと思ってプレコを入れます。アクリルの水槽なんかだとプレコを入れるとね、結構壁をかじっちゃって細かい傷をつけて水槽の壁面を曇らしちゃうんですけども、この水槽はね、ガラスの水槽なんでそんな心配もありません。相性がどうかなって感じはあるんですけども、このプレコね、180センチの水槽に入れてた時他の魚は全然攻撃したりしなかったし、ネオケラも結構温和なタイプが多いんで、まあ、相性見つつなんですけども、こちらの水槽でやっていってもらいたいなと思ってます。餌用の魚は餌用のストック槽にババーン。はい、水槽に入りました。見てください、めちゃめちゃかっこよくないですか。この鱗、この斑点模様も好きだ。このヒレ先のオレンジ色、これがオレンジフィンアーマードプレコです。沖縄のプレコもかっこいいけどね、また違った良さがありますね。この水槽にね、プレコの餌と隠れ家用に流木を入れてるんですけども、全然沈んでくんなくて、ずっとこうやって浮いてます。これが沈んでくれたらよりいい感じになると思います。で、この袋の中に入ってる生き物が、ちょっともうなんでバケツに入ってるのかというと、袋のまんまだと袋を破っちゃうから、ここに封印されてるわけです。あー、ほら袋破けてるね、こうなっちゃうんですよ、ただの袋だと。だから袋が破けてもいいようにバケツに入れてくれてたんですけども、一回バケツの中に出そう。
絶対手入れたくない。これわかるかな、ピラニアが3匹入ってます。でっかいピラニア、結構ちょっとわかりづらいな、わかりづらすぎるな。ちょっと見えないんで、早速水槽に入れます。この水槽はね、以前俺があのピラルクを入れてた水槽なんですけども、ピラルク別の水槽に移動させたんで、こちらにピラニアを入れます。で、ちょっとバケツ、袋どうせすぐ食い破っちゃうんで、バケツに入れてるんですけども、これバケツでちょっと水浅するしかないんで、ちょっとずつこのバケツと水槽の水を交換して水浅していこう。はい、十分水浅できたかなというところで、ちょっとピラニアたちを投入したいと思います。ゆっくり入れようかと思ったけど、こうするほかなかった。はい、というわけで今回お迎えしたのはこちら、ピラニアナッテリーと言われる種類の、アマゾン川とかに生息する日本でペット用に売られている最もポピュラーなピラニアですかね。メタリックな銀色の体にオレンジ色のお腹が美しいですね。最大で2、30センチくらいにまで成長するピラニアなんですけども、だいたい普通にペット用で飼ってる人とかはこれぐらいがマックスサイズじゃないですかね。手のひらよりちょっと大きいぐらいあります。で、ピラニアなんでやっぱ結構ね、共食いするんですよ。俺も何回かね、ピラニアナッテリーを複数匹で飼育しようと思って飼ってたことがあるんですけども、毎回共食いしちゃって最後には1匹になっちゃうって感じだったんですけども、この子らは、ショップで3匹で売られてたんで、多分ずっと3匹でいたのかな。うん、だからちょっとこの子らだったらね、3匹で仲良く暮らしてくれないかなと思って買ってきました。他にもね、常にちょっと息を入れておくとかね、ピラニアが共食いしないような対策をしながら飼育していきたいなと思います。ほら見て、この牙、唇で隠れてますけど、本当はもっと長くて鋭いです。このサイズのピラニアに噛まれたら本当に指先とかなくなっちゃうかもしれないですね。それぐらいやばいピラニアです。なんかこれで殺風景すぎて寂しいから、流木とか今度入れようかな。うん、このサイズのピラニアになっていてなかなか出回んないんですけども、今回たまたまね、安くなってたんでお迎えしちゃいました。という感じで今回の動画はこれで終わりです。まだまだ明日とか明後日もね、アクアリウムショップとか爬虫類ショップでね、初売りセールやってると思うんで、皆さんも行ってみるといいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。